エルゼベルクとはドイツ生まれのオランダの画家。ユダヤ系。ベルゲン派に属する。夫はオランダ人画家のモミー・シュワルツ。生まれたのは当時ドイツ領だったシレジアのラチブシュ。父親は葉巻工場を経営していた改革派のユダヤ人。1895年、アントウェルペンのアントウェルペン王立芸術学院に入学し、絵を学ぶ。5年後、 両親の経済的支援を受け、ベルリン芸術大学に留学し、アルトゥールカンプに指示。1905年、ニューヨーク帰りで、ベルリンで、ドイツ表現主義を学んでいたモミー・シュワルツと出会う。二人で、パリに行き、最先端の美術を見る。翌年には、アムステルダムに今日構え、モダンアート運動に加わる。それから数年、アトリエは別々だが、二人で旅行して回った。 1920年に結婚、その4年後、ベルクはオランダに帰化した。生活は苦しかったが、二人で東ヨーロッパ、イタリア、フランスを旅行。マヨルカ島には長期滞在し、レオンゲステル夫妻と共にキュビズムを学ぶ。ナチズムが勢力を増すと、家族や友人たちは次々にイングランドやアメリカ合衆国に去っていった。二人は大丈夫だと思ってアムステルダムに残った。 しかし、ユダヤ人であることを示すイエローバッジの着用を求められて、二人は拒否してバーンブルヘに潜伏。しかし、仲間に裏切られた。1942年11月、二人は逮捕され、アウシュビッツビルケナウ強制収容所に送られ、到着後すぐに処刑された。ありがとうございます。